シカゴは1937年に制作、公開されたアメリカ合衆国の映画である。1871年のシカゴ大化をクライマックスシーンとしてヘンリー・キングが監督、タイロン・パワーとアリス・フェイ、ドン・アメチーが主演した。1854年、アイルランド移民のオリアリー一家はシカゴに向こう。その途中で夫、パトリックを 不慮の事故でなくすも、妻モリーは、シカゴで、洗濯屋を営み、三人の息子ジャック、ダイオン、ボブを育て上げる。十数年の月日が経ち、ジャックは改革派の弁護士として活躍、ダイオンは、町の実力者、ウォーレンの片腕として力を持つようになり、ボブは、母の仕事を手伝っている。ある日、ダイオンはウォーレンがニューヨークから連れてきたスター歌手ベルに、一目惚れする。 そして彼女を引き抜いて共に酒場を開き大成功を収める。名実共に町の実力者となったダイオンにウォーレンは市長に立候補するので票集めに協力するように依頼する。表面上はウォーレンを支持する一方、ダイオンは町の改革のため兄、ジャックを市長に担ぎ出すことを考える。ダイオンが裏で動いていることを知らないジャックは 周りからの強い勧めにより立候補を決める。一方、ジャックが選挙戦で苦戦していると知ったダイオンは警察本部長の弱みをついて脅迫し、ウォーレンの取り巻き連中を逮捕させて選挙当日に投票できなくする。これによりジャックは市長に選出される。市長となったジャックは町の改革のためダイオンらが行っている違法行為を告発。 不正を明らかにしようとベルを証人として召喚する。すると、ダイオンは改心したふりをして、ベルとの結婚をジャックに取り行ってもらうが、それがベルを妻にすることで証人としての資格をなくさせるためのものであると知ったジャックは激怒し、ダイオンに絶縁を告げる。そんな兄弟のいさかいを知った母モリーは、急いで二人の元に向かおうとするが、その際に、 なやに置き忘れたランプを、牛がけ飛ばしたために出火。檻からの乾燥と強風により、街全体を襲う大火事となる。檻やリー兄弟を憎むウォむレンは、市長ジャックが街を覚醒しようと火を放ち、それにダイオンも加担しているとの噂を流して、人々を扇動する。消火活動を先頭に立って指揮していた、ジャックの下にダイオンがボブと共に現れ、ジャックとダイオンは和解するが、そこに、 ウォーレンが集団を率いてやってくる。炎症を防ぐために町の一部を爆破しようとしている市側とそれを止めようとするウォーレンらとの乱闘の中、ジャックはウォーレンの部下に撃たれ爆破した建物の下敷きとなる。そしてウォーレンは逃げる際に牛の群れの下敷きになる。爆破を逃れたダイオンとボブはボブの嫁と子に再会する。一方、避難の途中で ボブの嫁とはぐれたモリーはベルに助けられる。そんな二人をダイオンはようやく見つけ出す。燃え盛るシカゴの街を前に生き残ったダイオンがジャックの意志を継いでシカゴを新たな街として蘇らせるとモリーは亡き息子、ジャックに誓う。オリアリー夫人の名前がキャサリンからモリーに変えられ、夫人の子の数が違うなど、オリアリー家についてはほぼすべてフィクションである。当初、ヒロインには ジーン・ハーローが起用されることになっていたが、彼女の休止により、アリス・フェイに変更された。ありがとうございます。